ヘルベルト・ビマーはドイツのサッカー選手。選手時代のポジションはミッドフィールダー。ビマーは10代の頃にボルシア・ブラントのトップチームに昇格すると1966年にブンデスリーガのボルシア・メンヒエングラットバッハに移籍した。デビュー当初は右ウィングとしてプレーをしていたが後にミッドフィールダーへコンバートされると豊富な運動量と献身的な守備で中盤を支え。 ゲームメーカーのギュンター・ネッツァーをサポートした。愛称の、ハッキは、獲物をクワでカルかのように相手選手に対応した彼の、プレイスタイルに由来している。西ドイツ代表としては、1968年11月23日に、行われたキプロス代表戦で代表デビュー。1972年の UEFA、欧州選手権1972代表に、選出され、 決勝のソビエト連邦戦ではスタメンに名を連ねると、この試合で2点目の得点を決め同国の大会初優勝に貢献。大会終了後にはベスト11に選出された。1974年に地元西ドイツで開催された 1974FIFA ワールドカップの代表にも選出され、2試合に出場した。 1976年6月20日に行われた UEFA 欧州選手権1976決勝のチェコスロバキア代表戦を最後に代表からシ尻族まで国際 A マッチ36試合に出場し4得点を記録した。クラブレベルではボルシア・メンヒエン・グラート・バフハに12シーズンにわたって在籍、ブンデスリーガで通算366試合に出場し優勝5回。 DFB ポカール優勝1回、UEFA カップ優勝1回に貢献した。1978年に、故郷のクラブであるボルシアブラントへ移籍したが、腰の状態が悪化し1979年に現役を引退した。引退後の1982年から、父親の経営していたタバコ販売会社を引き継ぎ、宝くじやサッカーくじ販売にも、 事業を拡大した。一方で、選手時代のプレイスタイルに起因する股関節の慢性的な痛みに悩まされるようになり、健康上の問題を理由に2000年に会社を売却した。後に人工関節を移植する手術を行った。ありがとうございます。